連中が仕掛けてる魔術の影響か。何でも魔術で片付けるのは良くないわね。あなたの電話が通じるところを見ると、神だからではなさそうだけれど、いずれにせよ私に挑んできた事実に変わりはない。虎の尾を踏んだわけだ。ミュンヒハウゼンとメイ、高雪には別口であの娘を追わせたわ。じゃあ俺は相変わらず地道に足で稼ぎますか。そうね、それが一番でしょ。私は改めて情報を統合するわ。すでに連中の計画は佳境に入っていると見ていい。オーケーオーケー。探偵の腕の見せ所だ。きっちり仕事はさせてもらいますよと。深夜に文子たんの屋敷を出たさよたんは、まず徒歩で始発の出る駅まで移動した。乗り継ぎの電車、その後新幹線に乗る和服姿の娘を駅員が見たのも確認できた。最後に飛騨高山で目撃されてると。でもここから先の足取りがつかめない。切れてやがる。そもそも俺はさよたんの実家の住所も知らない。山奥で育ったのは知ってるけど、両親や兄弟とかもいるのかどうか。俺はさよたんのことを何も知らない。多分ろくに知ろうともしてなかった。俺といてさよたんどんな気持ちだったんだろう。何を考えてたんだ今さらかな。もうすぐ月子の見舞いの時間じゃねえか。あの日俺は守ってやらなきゃいけない月子のことをすっかり忘れて遊びほうけてた。もう繰り返さないって決めたよな。もう新兄はいない。俺しか月子を守ってやれるやつはいないんだ。だからよう月子来たぜ。こういらっしゃい。あれ、他の人たちは？入浴日だからみんなその後はロビーでお話しよう。私はコウが来ると思って抜けたの。そっか、すまねえな。貸せよ。ありがとうコウ。いつもは看護師さんがやってくれるんだけど、今日は手が足りないみたい。最近入院患者が増えて、他の病棟にヘルプに行ってることが多いみたいだから。それっていいのか？管理がずさんになったりしてないだろうな。この病棟は自分のことはできるくらいの人が多いから、それに自分でいいって言ったの。最近調子がいいから。そっか、よかった。また学園祭みたいにどっか連れてってやるよ。こう？なんだ。何かあったの？どうしてだ？なんでそんなこと。私がこうのこと何も気づかないと思ってるの？こう、いいから話して。少しでも話せば楽になるっていつもこうが言ってるでしょ。さよたんがいなくなったんだ。長くなるけれど聞いてくれるか？もちろんでしょ。こう。すまねえ月子。そうだったの。俺はさよたんのこと分かってなかった。自分で思うほどあいつのことを考えてなかったのかもしれない。俺のせいでさよたんは飛騨に帰るって言い出したんだと思う。こう、あのね、月子？大丈夫よ、こう。さよさん戻ってくるから。私にはわかるわ。さよさんってこうのことを好きだもの。私と同じだから大丈夫。こうと一緒にいたくて必ず帰ってくる。月子と同じってさよたんも自分のこと俺の姉ちゃんだって思ってるってことか。そうかもね。どっちにしてもさよさんは帰ってくる。お姉さんの勘信じなさい。分かったよ。そう思うことにする。月子の言うことはよく当たるもんな。お姉さんなんだもの。こうに関わることなら何でもお見通しよ。だから弟より年下の姉がどこにいるんだよ。こういうのはね、気持ちの問題。それに誰が見ても私はこうの姉に見えるわよ。見えねえって。あー、お姉さんのこといじめるなんてひどい弟。ね、そうくるか。もちろんだって、こうってからかいがいがあるもんね。ここが正念場だぞ、光太郎。小淵で何よりです、剣之丞さん。あれくらいじゃ死なないさ。七夕を過ぎても事件が収まる気配はないようと思うが、どうだ？はい、ちょうどそれについて考えがまとまったところです。聞かせてくれ。時間はたっぷりあるから長くなってもいい。いえ、そこまで長くはなりません。整理してみるとむしろ短くさえ思えます。さすがだな、君さん。だが、ええ、簡潔にまとめられる事象の方が根が深い。魔術の根幹です。犯罪もな。あれもこれもと欲張るやつは素人だ。プロの犯罪者なら目的も動機も行動も拍子抜けするくらいあっさりしてるもんだ。そうですね。腰を折って悪かった。続けてくれ。構いません。七夕を境に噂に明確な変化が見られます。口コミ、ネットを問いません。変化。新しいキーワードが登場したのです。黒い蜜。これまでの噂では自分の暗い記憶が自身に害を及ぼすということになっていました。昔傷つけた相手や忘れたい過去の恐怖に出会って殺されるだったか。はい。それが今は黒い蜜に身を投じるとその害から逃れられるというものに変化しています。殺されっぱなしじゃ噂としてはつまらんからな。だがどうして逃げられる？和服の幽霊にもらった黒い水を飲んで、真っ黒な水たまりを見つけてなど、パターンはいろいろありますが、要点は一つ。黒い水で過去の辛い記憶を忘れられるというのです。記憶がなくなれば過去の恐怖に脅かされることもないか。黒い水。あれはまるで黒い水のようだった。やはりそうですか。私の結論はこうです。敵の魔術師は東京市の恐怖や怨念を集めて力にしていると。黒い水。あの怨霊が恐怖や怨念を食ってご主人様に献上しようとしてるってわけか。そう考えれば土妻が合うんです。暗い過去があらわになった時、人は恐怖を覚えます。恐怖は最も強い感情の一つですから、魔術師に強い力を与えるでしょう。だが逆にこれはチャンスでもあるな。これまでは噂を流すだけでよかったが、今からは違う。実際に怨念や恐怖を集めて回らなきゃならない。ええ、そこで尻尾をつかめるはずです。よし、俺はコネを総動員して事件発生の兆候を与えるとしよう。私は相手の最終的な狙いをもう少し推理してみます。糸口がつかめればいいのですが。当てにしてるよ、キムさん。私も源之丞さんを当てにしています。気をつけて。まったく探偵ってのは因果な商売だ。ここも違う。なぜ私の記憶と違う？ここは体が覚え込むほど何度も歩いた場所だった。なのにどうしてここには私の知ってる木や川がないの？んなバカなこと。神社すら見当たらない。おかしい。私は覚えている通りの道をたどってここに帰ってきた。それなのにどうしてここは私の故郷なはずなのに、ここには私の覚えてる景色がない。どうしてこんなはず。おじさま、もう分かっているのでしょう。もう分かっているはず、あなたには。何が、何のことです。ここはあなたの故郷なんかじゃない。ミブヤの里は世界の後退を生み出す場所、人類の最後の希望を生み出す場所。もしもそこを敵に知られたならばどうなるか。里は決して敵に知られてはならない。当然のことです。だから里の位置は誰からも厳重に隠され、そう、誰から。あなたもその例外ではない。そのようなこと。否定できると単なる兵器であるお前に。おじさまはあの時ちゃんと。お前が東京へ旅立つ時、志功は連絡すれば迎えに来ると言った。確かにそうだ、連絡すれば迎えに来ただろう。お前の記憶を作り変えたことをお前に気取らせぬように。記憶を作り変えた。兵器とは完全に制御できるものでなくてはならない。もし強力な兵器が敵に落ちたらどうなる。ミブヤの巫女はそうなる前に死を選ぶ。今のお前はどういう意味です。新たに生まれた神を殺しもせず封じもせず、その神を好いている今のお前が敵に落ちていないとなぜ言える。少なくとも志功や他のミブヤの者はそう思うだろう。そんな敵の手に落ちた魔導兵器が連絡もなくミブヤに戻ってくる。ミブヤを攻め落とすために。私はそんなことなどしない。だが現実にお前は戻ってきた。私はただ確かめたくて。そんなざれ言誰が信じるというの。誰も信じなどしない。そしてそのような事態を避ける手立てをミブヤの者が講じていないと思うか。答えは否だ。